いや、なんか本当の初夏なんですよね。本当の初夏っていうか、いや、初夏ってでも怪しいですよいや、ね。僕は偽物ですから。いやいやいや、本当に。なんか、私、京都の隣の兵庫県の、出るに石って書いてご存知ないと思うんですけど、伊豆市長っていうところがあって、宮本武蔵の近くなんですかね。たくあんのあ、たくあんおおしょう醤が。のところです。はい。あ、あそこなんだ。はい、はい。いいとこですね。何もないですけどね。で、まあそこでなんか山や川で男の子たちと遊んでたんで、まあなんかちょっと落ち着けばいいって母親が思って書道を習わしてくれたっていう。お母さんのご意思だったんですか。最初は、はい、はい。もうどうしようもないと思ったのかわかんないです落けちど、着きが欲しかっ落たちことな着きが、なんか男の子とばっかり遊んでたんで、まあ、僕もそうだったんだけれど、子供の時にね、筆持たされるんですよ。で、やんなきゃいけなかったんです。まあ、一般教養っていうのか。小さい頃からっていうか、多分、お袋がやっぱり常に、なんていうんですか、筆で書いてたから、でね、おのずとやんなきゃいけなかったんですよね。で、僕は自分が書いたやつをお袋が直してくれるっていう。そうなんでそうすですね。そういうね。経験はしてますね。まあ書道って一回きりなので、書いてる自分も、まあ、今しかいないなっていう、だからもう明日になったら違う自分だっていうのがあっそて、の通りですよそね。の自分も一緒に残して作品にしようっていうのが一番最初のあれで、「生きる」っていう字を一番最初に、こう涅槃の体制で入って、ブッダですね。はいはい、だからいつもこう死があるみたいな、そういう、まあなんだろう、今をこう楽しむじゃないですけど、そういうコンセプトで作っ今てこまこす。ですよね。あ、そうですね。そうはですい、よね。はい。なんでもう書いたものの中に寝て、それいつどうやって思いついたんですええー、いつ、か。だからなんかでも、自分の身もそこに任せちゃおうってことでしょ。そうですね。でもまあ、もともと書道って、絵から来てるっていうのも、象形文字象だっ形たり。文字で、はい。なので、まあ人間が入るっていうことも、まあ一種の象形文字の、なるほど。あれもあるし、なんかこう、1年ごとに自分をこう取っていって、最後までこう死ぬ時まで残してみたいなって思ったのが、まあ一文字シリーズの、はい、無になるとか、そういうことがやっぱり求められてるのかなとは思うんですけどね。すごい情報過多の時代なので、でもなんか鈴木さんの、作品拝見したら結構禅語を書かれてたりとまあそうっすね。ね、やっぱその禅の世界がお好きなのかなって思いましたけ仏ど。教校だったから。で、なんか染みついてるんですかね。まあ、お坊さんが書かれた書を墨跡って言いますよね。で、なんか鈴木さんの書かれたものは、なんかそういう墨跡に近いなって、ね、なんて言うんだろう、もう、てらいもなく、こう、なんてらいもなくって、なんいて言やいうんや、全然全然だ構わろう、ない。こう、筆が走るまま書いてるみたいな、そうですね。本当にその時の気分で変わっちゃうんですよね。なんかそれがすごく、なんか線も優しくいて、や、そう、面白いことをおっしゃる書家の方いっぱいいるんですよね。僕のところに寄ってきてね、はい。なんでこんな字が書けるんですか。え？あ何をこの人はおっしゃってるんだろうと思うでしょ。そう、あなたは自由だって言われて。あ。あ、はい、はい。僕ら字を学んだものはね、一つしか書けないって。あなただって自由自在でしょって言われてね あ、そうか まあ素人だからですよって すごい、なんか、なんて言うんだろう、その時こういうふうに書いたのかなとか、こういうふうな筆を走らせたのかなとか、そういうことをすごく想像したくなる。結局書き出したら、なんだ自ろ然に行っちゃうんですう、もね。う体の動くようにとかで、なんか思うようにいかないところが、なんか私がなんか書道をずっと好きだっていうか、こうつかめない、ずっとつかなんめないかかつから。めないから、つかみたくて 続けてるのかなと思いますけど、なんかこの天が雫がどこに落ちるか全部、
再現できないので絶対できないですよ ね、 ね、なんか下書きはされないんですね。なので僕なしですよ ね、 ね、いやそれがやっぱりすごいこのワンテイク目とかそういうなんか緊張感とかが出てるのかもしれないですね。いやかっこいいですね。いやいやいや、どうかな。今日僕は偽物の書家なんだ。いやでもそのなんか何だろう、そのあまり先に何も考えずにこう書いていくっていうのはなんかやっぱりどっかで考えちゃってるので、私は結構あのデッサンしたりするので、なんかそこがまたなんか全然違う良さが出てるのかもしれないですよね、鈴木さんの書って。いや僕は絵だと思ってんで、いわゆる字ではないだろうかなとかね。これは割と早く書いたんですよね、書きやすかった、大文字だけで書くのときと小文字を混ぜるときといろいろあるんですけどね、はい、その時の気分でいいときと悪いときとあるんですよね。これで今僕は何心がけてるかっていうときの一つがね、下書きを書く、はい、手で、でそれを結果としてはまあデジタルにするっていうのかね。そうするとやっぱり文章の中身が違うんですよね。何ですかね、やっぱりそれわかんないんですけど、ライブ感ですかね。なんかね、なんか軽いのが重くなるんですよ。うーん、それはなんか感じてますね。うーん、だからそれは心がけてます。その内容が変わるっていう、だいたい僕ね、 iPad が出てきてね、やっぱり便利だよなと思って、で原稿をね寝転びながら書いてたんですよ、はい、こうやって、はいはい、書けるでしょ、はいはい、そうあれやってるとやっぱり良くないなと思って、で下書き書くっていうとね、やっぱり机に向かうんですよね。整えることから始まるからですかね。なんかね、そうなんですよね。うーん、でもそのなんか絵をよく描かれてたんですかね。まあいたずら書きをね、そこね、こうだってもともとあれなんですよ、僕の場合は宮崎駿と打ち合わせすることになったじゃないですか、はい、そしたらね、僕も彼も一つ特徴があったんです。はい、落書きしてんですよ、お互い。あ、話しながらですか。で彼は絵描くでしょ、はい、で僕それまで絵描いてたんですけれど、はい、この人の前で絵描くのはできないと思ってね、はい、それで字になってくんですよ。そうなんです。なんとなくバランス感覚いいんですよね。なんかすごいね、収まって綺麗に作品として、筆を持つときになるだけ上の方持ちますよね。あ、それで全体見るようにしてるんですね、うん、そうですね。でそうすると動くじゃないですか。うん、そうせいぜいそのぐらいですかね。まあ僕のことはどうぞ。いやすごい、いやなんかそのもう本当に一発勝負っていうのが書道のいいところだと私は思うんで、とにかくあの孫にまでバカにされてるんですからね、書き方間違ってるよジージーって。